はい、こんにちは。去年2019年の7月連休でしたけれども、渡辺オイスターの、工場がある新社屋と研究棟の見学会に行ってまいりました。その時のお話です。東友ファーマシーのホームページの方にも、このお話は載せていますので、よかったら見てください。1回ではね、お話が終わらないので、何回かに分けてお送りをしようと思います。まずは今日第1回目です。渡辺オイスターの研究所は東京の八王子市にあります。何年か前に、旧社屋の時見学に行ったことはあったんですけれども、平成28年に、新しい社屋が建ったので、今回の再訪問ということになりました。以前からこのお誘いを受けてたんですけれども、スケジュールがなかなかちょっと合わなくて、ようやく今回行けることになりました。天気予報は雨でしたけれども、なんとか持ちこたえてくれて、曇り空の中出発です。新大阪の新幹線乗り場は連休のせいでしょうか、まだ朝早かったんですけれども、たくさんの人がいっぱいでした。さて、帝国通りに新大阪の駅を出発した新幹線、私は車内でもうほとんど爆睡でしたけれども、無事に新横浜駅に着きました。さて、ここからは横浜線というのに乗り換えて八王子駅を目指します。新横浜から快速で約50分ぐらいですね。でも知らない場所っていうのはなぜかめちゃくちゃ遠く感じますね。もうまだかなまだかなと思いながら、電車の中にいましたけれども、ようやく八王子駅にたどり着きました。そしてここから集合場所の京王プラザホテルというところに向かうんですけれども、歩いて2分ぐらいと書いてありましたから、もうすぐそこのはずなんですけれども、もうとにかく駅の中で分からなくなるんですね。もうね、すごい方向音痴なんです、私。もうとにかく分からなくなる。ですから、もう下手に動くよりは、手っ取り早く誰かに聞いた方が安全かなということで、駅のビルの中にある本屋さん見つけました。そして、店員の女の子にちょっとお尋ねすると、もうニコニコして、はい、こっちですよと、お店をもう出てどん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 そのまま、ついてきてくださいと言わんばかりに、とこ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 行ってしまうんですね。でも私も必死でついていきました。そしたらそのビルのもう端っこまで出てしまって、そして右の方向を指さして、あの建物です、わかりますかとにっこりと答えてくれました。本当にご親切に、案内をしてくださいました。関西の人も大抵ね、こういう時親切な人多いんですけれども、八王子の方も本当に親切でした。ありがとうございました。こうして無事にまずはホテルに到着しました。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。